こんにちは。本日のお昼を紹介します。久々のマック月見バーガーを食べてみました。夕方は友人の車に乗って久留米のカフェに行きました。久留米の小頭町公園すぐ横のカフェ、駐車場はありませんが、すぐ横に有料のパーキングがあります。こちらのカフェのメニューはスイーツだったりご飯系、アルコールなどもあり幅広いです。お昼、月見バーガーしか食べてなかったのでお腹が空きました。カルボナーラを注文。自己